こんにちは、山中もとむです。今回は青森のおしゃれな洋菓子のお土産7つに絞って皆さんにご紹介します。これから旅行や出張なので青森行くという方、参考にしてみてください。職場の同僚や友達に配れるばらまき型のお土産はもちろん、一人で自宅でじっくりお茶と一緒に楽しめるおしゃれな洋菓子なども紹介します。こちらやっこいサブレ青森リンゴキャラメルというものです。こちら説明文読み上げると、やっこいサブレ青森リンゴキャラメル、リンゴ果汁とアップルファイバー入りのキャラメル味のチョコを入れて焼き上げた生タイプのサブレです。やっこいというのは方言で柔らかいという意味だそうです。まあ、という方言とリンゴ入ったいかにも青森というようなお土産、どんなもんか開けてみます。このようにサブレが5枚入りで入っています。やっこいサブレ青森リンゴキャラメル、やっこいサブレラグノーさんというところが作られていて、こちら5枚入りで税込み515円でした。まあ、なので1つあたり税込み103円ですね。やっこいサブレいただきます。これリンゴの甘い香りがしていかにも美味しそうな匂いがします。リンゴのいい匂いがして、まあ、いかにも青森のお土産というような感じです。サブレしっとりしていて食感もソフトな感じなので、年齢層関係なく味わえるようなお土産だと思います。続いて紹介するのがこちら、つまんでリンゴというお菓子です。こちらはリンゴをなんとチョコレートでコーティングしたお菓子になっています。リンゴのお菓子ラグノーさんが出されているお菓子、内容量 60g で税込み486円でした。説明文読み上げると、青森県産リンゴ富士のシロップ漬けをじっくり乾燥させたドライアップルにブラックチョコレートをコーティングしたちょっとほろ苦い一粒ですということです。リンゴをチョコでコーティングしたお菓子、どんなものなんでしょうか。開けてみます。中開封するとチョコレートのほろ苦いいい匂いがします。こちらだいたい一口で食べられるようなサイズになっています。つまんでリンゴ開けてみます。中一口サイズのチョコレートをコーティングしたリンゴになってみました。ではいただきます。最初ほろ苦いチョコレートの味がして、その中に内部にあるぎっしりとしたリンゴの果肉が味わえるという青森ならではのお土産のお菓子でした。こちらチョコレート好きという方にはおすすめできるお土産になります。続いてこちらソフトドライフルーツ紅玉というリンゴをドライフルーツにしたお菓子になります。説明文読み上げると、ソフトドライフルーツはリンゴ紅玉を輪切りにし砂糖で煮詰め、じっくりと乾燥させた干し菓子です。食べやすいように一口大に切ってあり、粉砂糖をまぶして遮光袋に詰めました。素朴なお菓子ですが、甘酸っぱさと素材の風合いがきっとお気に召すことと存じますというお菓子です。紅玉のリンゴのドライフルーツ、開けてみます。中身リンゴのカットされた一口サイズの大きさになってます。なんかサクッと食べるのにちょうどいい大きさになってます。リンゴのドライフルーツいただきます。素材の味が生かされた甘さとリンゴの旨味が味わったようなお菓子になってました。シンプルイズベストというような感じのお土産です。お値段税込み556円でした。続いて紹介するのがリンゴ桜の里リンゴミックス、こちらフリーズドライのリンゴ詰め合わせになっています。個包装のもの24個入りでお値段税込み741円でした。こちらなんと7種類のリンゴのドライフルーツ入っているそうです。全部で7種類、オーディン、金星、富士、津軽、ジョナゴールド、紅玉、陸奥という7種類の甘いリンゴフリーズドライしたもの、どんなものか開けてみます。大きさまさに一口サイズというような感じの大きさになっています。ちょうどパックのところに、例えばこれだったら紅玉というように種類の名前が振ってあるので、どれだかすぐ分かるようになってますね。これだとジョナゴールドというように書いてあります。チャックで閉じられるようになっていて、乾燥防止にもなっています。こち
ちら、ムツのドライアップル、いただいてみましょう。かすかにリンゴの匂いがしますね。ムツのドライアップル、リンゴいただきます。リンゴの旨味が中に詰まったサクッと食べられるお菓子になっています。ちょっと小腹が空いた時なのに、ちょっと口元を休めたい時などにサクッと食べるのにちょうどいいお菓子になっています。リンゴの味存分に感じられます。続いて紹介するのはこちら、青森紅玉果実のチーズケーキというリンゴを使ったチーズケーキになります。説明文読み上げると、青森紅玉果実のチーズケーキ、甘酸っぱい味が特徴の青森のリンゴ紅玉、新鮮な紅玉の果肉を蜜漬けし、チーズたっぷりの生地に包み込みました。一つずつ丁寧に焼き上げたふんわりチーズケーキですだそうです。リンゴのチーズケーキ、どんなものなんでしょうか。中身開けてみます。中身は特徴的な絵柄のリンゴの絵が描かれたパッケージになっています。こちら4個入りで税込み750円でした。まあ、なので計算すると細かいですが、1個あたり 187.5 円ですね。中身開けてみます。中身取り出すと、じゃじゃんとこちらチーズケーキ、美味しそうですね。リンゴの使ったチーズケーキ、4口じゃ食べきれないですね。6口サイズぐらいでしょうか。いただきます。中にリンゴの果肉が入っています。しっとりとした味わいで青森らしいチーズケーキです。続いて紹介するのがこちら、青天の霹靂ロールケーキ、米粉入りロールというものです。青森県のブランド米青天の霹靂を使ったロールケーキ、説明文読み上げると、青森米青天の霹靂の青は青森の青、天は遥かに広がる北の空、霹靂は稲妻、稲に寄り添い米を実らせます。青森の森の力、土の力、そして人の力、米作りへの思いが生み出した新品種、粘りとキレのバランスがいい上品な甘みの残る味わいですだそうです。開けてみます。中身は8個入りになってますね。税込みこちら8個入りで600円でした。なので1個あたり75円です。中取り出してみると、ちょうど、2口サイズぐらいの大きさになってます。どんなものか食べてみます。青森のブランド米青天の霹靂ロール、いただきます。甘さしつこくなく、しっとりとした味わいという感じですね。これ老若男女受けだと思います。紅茶などと一緒に食べるとちょうどいいお菓子だと思います。続いてがこちら、カスタードケーキ命栗というのです。説明文読み上げると、刻み栗入りカスタードクリームの中に栗ペーストを閉じ込めた栗の風味豊かなふんわりケーキですということです。栗のカスタードケーキ、税込みで130円でした。こちらどんなものか開けてみます。栗のほのかな香りがして、とても甘い美味しそうないい匂いがします。中カスタードケーキになってます。いただきます。甘さ控えめでしっとりとした味わいの栗のカスタードケーキです。モンブラン好きなような方はこのお土産とっても美味しく感じると思います。今回は青森名産のリンゴを使った洋菓子や地元ならではの味が楽しめる洋菓子など7つに絞って、皆さんが青森臭い参考になるお土産を紹介しました。今回の動画参考にして、ぜひ皆さんも青森旅行または青森出張楽しんでください。参考になったという方はいいねの高評価、またチャンネル登録お願いします。それではまた次回お会いしましょう。